仏には修善定、法に従して乱れ、名付けて善定という。仏の玉枠、何立ち引く、もし真を治む者は、真すなわち定にあり、真定にあるがゆえによく世間消滅の発想を知る。このゆえに何立ち常にまさに、精進して諸々の定を所有すべし、もし定を売る者は真すなわち三絶、例えば水を惜しむの家は、よく大刀を辞するがごとし、行者もまたしかなり、知恵の水のためのゆえによく善行を主して露出せざらしむ、これを名付けて行となす。まあそこまで。まあ私今までに座禅の話は本に書いてきてますが、今日は本当の意味の人間の大人としてですね、いわゆる大人としての座禅の意味、まあそういう観点からお話ししたいと思うんですね。でまず禅定、これは梵語でディアーナっていうのかな、まあそのディアーナ、それを音写して禅なとかダナエンナとか言うんですね。でこれを訳して定とか定量、つまり定、定まるっていうまあ意味ですね。それと静かにおもんぱかる、あるいは心一境者と散乱する心をその収めてですね、一境者、それからあらゆるものを等しく見える、こういう意味通るね。だからこういうの仏の玉悪何立ち引く、もし心を治むる者は心すなわち情にあり、要するに散乱する心を収めて、そして情にある、こういうんですね。我々、まあ、煩悩妄想の思いが激しすぎる、これ持て余してね、なんとか座禅してこれを沈めるのだ、まあそう思うわけだから、そういうふうになってくると座禅というのは精神統一ですね、あるいは無念無想と言うけれど、まあそういうものだと思う。ところがね、今それで、まあ、今日の話として言いたいのは、結局今ね、この禅、それから三魔寺の、まあ、真一境性っていうのは、座禅のことは真一境性っていうのが一番あれですがね、この真一境性の真ですね、この真、心、心っていうのは一体どういうものかって、ここからね、まず考えなきゃ。我々心って言うとちゃんともう分かってる気持ちがしてるよね。ところが心ってやつがね、問題なんで、心っていう言葉がだんだんこう深まっていくことによって座禅っていうものもね、はっきり深い座禅を理解するようになる。でこの心っていうのをその点まず考えてみたいのね。心っていうのを知ったし知ったとこういう、これはね、いわゆる十機予知心でね、こういうの心って言ったらまず、予知する知る心ですね。それでそれはっていうのは十機っていうのはその集まり起こる、ね、そういう意味も、それがね、まあ心の一番初めの意味で、ところがね、これ集まり起こるって言っても、ね、ただ集まり起こるんじゃないってことをだんだん分かってくる。それはなぜかっていうと、予知するっていう気持ちが起こると同時に予知されるものが同時にいつでもあるんだからね。生きる体験するっていうと、生きる体験される世界がいつも同時にある。そしてね、結局その点、それを二つに分けるってことはできない。予知する心だけで
その予知される対象っていうのをね、これ別々にこう考えることはできない、切り離すことはできない、いつでも予知する、予知される、こういう生きると生きる、経験するされる世界と同時的なものですね。例えばね、まあいつも言うけれど、この同じコップを見るんでも、私の見てるコップとあなたが見るコップと、これね、同じコップ見てるように思うけれど、そうじゃない。私は私の角度から、そして私の視力を持って見てる、もう老眼と共に見てるとね、あなたはって言ってね、いちいちそのね、みんな俺の見るところであって、私が見れば、あ、ここに蚊が飛んでるっていう蚊が飛んでるんじゃない、これは私の目の中に飛んでる。それでね、それと同じように今度同じ環境に育ってるのにって言ってね、だけど同じ環境に育ってる子供でも全然違う、兄弟でも全然違う生き方するし、同じ境遇にある人でも一人は不満でしょうがないっていう人もある、一人は満足だっていう人もある。それでね、決してね、我々その同じっていうものはないわけです。その点がね、西洋の考え方と仏教の考え方と大いに違うとかね。西洋の考え方では抽象して一つの概念をまとめ上げる、それに対して仏教はどこまでも俺の体験する実物みたいなね、このとこは違う。私がいつも言うように、私は私の世界を持って生まれてくる、私だけが見る、見て私だけが住まう世界を私は持って生まれてくる、そしてその中で生きる、そして私の世界を持って死んでいく。決してね、普通に考えているようにもうちゃんと一つの出来上がった世界があって、それに登場するのが生まれてきたこと、そしてそれから退場することが死ぬことと、こう思ってると話は違う。普通はまあそう思ってるんですね。ここへこう登場してくる、これが生まれてくる、これがこの世界ね、この世っていう世界で、これが生まれてくること、でこっからこうあれするのが死ぬことと、こう思ってる。そんな既製品的な世界に生きてんじゃないのか。私は私だけの世界を持って生まれてくる、そして死ぬ時には私の世界ぐるみ死んでくる、これが本物の、まあ、そういう考え方で言うと、私は単なる人類分の1の人間だ。今人類に30億か40億いるんだろう、そうすると俺は40億分の1そういう頼りない人間だ。ところが本当はそうじゃない、私は1分の1で生まれてくるんだ。決してね、オール分の1じゃないんだ。で本当にね、私は何から何まで自己切りの自己っていうのが、これが一番大切なこと。そして同じものを見てるっていう、そういうね、抽象的な話をし、でまあその点ね、まあ話はちょっとそれ、いつも話はそれるこのお釈迦さんのね、座禅っていうの、いわゆる今の心っていうものをね、深めていくことによって、その心一境相の心が深まっていくわけだね。初めは知ったっていう、そういう十期心。ところが今のあれはね、私の生命体験と生命体験する世界とって一つであるような心ね、こういうのをね、天立大野心っていうね、まあこういうね、盆語でまあそういうんだけど、天立大野っていうね、そんなの覚えてもらなかったと思うんですよだけどね
ただ私が喋ってることはいつも私が私の話みたいなのは調子でばっかり喋ってるから、あれ好きなことばっかり言ってるとこう思われると尺だ。それで時々その仏教用語を混ぜる。仏教用語を混ぜないと頼りなかろうと。これはね、現実だよっていうのは第一義心とかね、堅実心、堅実っていうか硬い堅実だね。あるいは如来蔵心、まあそれから妙義宗には一切一心式って出てくるね。とにかく一切一心式、これをね、道元禅師の正法元蔵の即心是仏の巻にはね、正殿式たれる心というは一心一切法、一切法一心なれって正殿してるね、仏教として正しく伝わってきてる頃、それは一心一切法、俺の心がね、一切の存在、あらゆる世界、あらゆる世界が私の心、こういうのの一心一切法、一切法一心なんだ。これがまあ堅実だよ。決して私の好き勝手なこと言ってるんじゃなくて、それでそのちゃんと天候があるということをね、言うためにこういう言葉を言ってるんですよ。仏法として天候がある話。そしてまあ大乗起信論にはね、一番初っ端のところに出てくる言葉として言うところの法とはいわく主上心なり、これ法と心とってね、一つで、こういうのを心房一如、心と法と一つなんですね。これはね、心房一如、これが大切なんだ。それでね、こういう心っていうのね、普通にこの心って言ったら大概この知ったちの良知心に思うからね。で、私はいつもこの心というのを生命って訳してる。生命体験と生命体験する世界と、これが生命の実物だ。またそれが私の生きてるってことね。だから仏法としてはこの座禅して、そしてぼつぼつ三段を沈めてっていう話じゃなく、どっちへどう転んでもね、生命ぐるみの生命です。あれは私のね、これが心一境です。このどっちへどう転んでも私の生命ぐるみの生命、自己切りの自己、そこへね、もうそう話は決まってる。でどっちどう転んでも自己切りの自己、どっちどう転んでも心一境性です。このどっちどう転んでも心一境性っていうことをただ素直に座禅するっていうのはね、そのまま叱るんです。だからこれからぼつぼつ心一境性になろうっていうのは、どっちどう転んでも心一境性、これを我々ともすると心一境性とは思っていない。それであっち側に物があると思って追いかける。それで話が違う。で、そうでない。どっちどう転んでも、その私の生命体験のから離れないんだ。そこをただ、これが主観たる。これを当時、等しく保つ。これどっちどう転んでもね、あらゆることが私の生命の風景だ。あるいは、この情慮っていうのね、情慮っていうのも静かにおもんばかるっていうんじゃなくて、弱情の心慮、どっちどう転んでも弱情なんです。全て病んでる、その弱情のところの心慮、これを情慮、そういう生命の実物通りに乱れない、それが今だから、むつには修善情、法に従意して乱れず、
UFO フランっていうのはそれですね。生命の実物通り乱れない。だから、何立ち引く、もし真を治まるものは真すなわち情にあり、真情にあるがゆえによく世間消滅の発想を知る。世間のあり方がね、ちゃんと俺の生命の中で起こってる、等しく見てる、等しく保ってるってことね、当時そういうこと、これが真一教条ですね。七つには主知恵、文思修正を起こすを知恵となす。仏の玉枠何立ち引く、もし知恵あればすなわち頓着なし。常に自ら小殺して失することあらしめざれ。これすなわち我が法の中においてよく下だと思う。もし叱らざる者はすでに道人にあらず、また白衣にあらず、名づくるところなし。知恵はすなわちこれ同業視界を渡る堅牢の船なり。またこれ無名国安の大名となり、一切描写の良薬なり、煩悩の木を切るの理不なり。このゆえに何立ちまさに文思修の絵をもってしかも自ら増薬すべし。もし人知恵あればこれ肉眼なりといえども、しかもこれ妙見の人なり、これを知恵と名付く。今日はその知恵っていう主知恵、この仏教でいう知恵はですね、もちろん今我々が言う知識知性とはちょっと違う。しかし全く無関係というわけでもない。というのはその今我々が、知性とかいう場合ですね、この知性っていうのは分別っていうことね。あれですね、仏教の知恵っていうのはこれ干拓の儀、これが定義です。干拓って言ったら、拓はね、この拓っていう字がまず選ぶっていう、良い方を選ぶっていう意味ですね。それところがこの干となるとね、もっとね、より良い方を選ぶっていう、もっとより良いっていうのがもっと強くなる。そして仏教の場合、そのいつも言うように仏教の話は中途半端でない、もう絶対的により良いという意味になってくるもんね、仏教としては。そうするとね、絶対的により良い、これよりちょっと良い、こっちよりちょっと良いという、こう言って、これもキリがない。絶対的により良いという話になってくると、全くもうどれもこれもより良いっていうものを分別して、そういうふうに選ぶっていうのをやめるっていうところまでいかないと、その本当に絶対的にならないんだ。仏教の話はいつも中途半端なのこと言わないよ。四道無難、唯見見弱っていうのを、新人名に出てくるけどね、本当の道っていうのはね、何難がない、無難っていうのはね、指導無難、ただ賢弱を嫌うって、もう嫌うって、嫌うっていう言葉をやめるっていうね。それで違いを見る分別に対してですね、違いはありえないっていうところまで見る。だからこれは単なる無分別じゃない。それから分別を見ながら分別の思いを手放す、これは全く単なる分別でもない、単なる無差別でもない、単なる差別でもない、そういう仏教の知恵の難しいところはそこなんだね。分別の思いから出発しながら、本当の分別ってなると、もう極端にどれがいいか悪いかって分別しようとなると、最後には分別の思いを手放すというところまでいかないと、絶対ってことはありえないということです。
そこに仏教のね特異性が、だから仏教の場合本来生命の実物っていうのは違いがありえないんだって、そこまでいくんだ。じゃあ違いがありえないって言って、それじゃあ違いはもうないのかっていうと、そうじゃないんですよ。違いはある。あれですね、宝鏡三昧にも銀杏に雪を盛り明月に露を隠すっていう、銀のお椀に雪を盛るっていうの、いかにもこう涼しげな風景ですね。銀のお椀に雪を盛る、これ両方とも銀白色、同じような色だ。それから明月に露を隠すっていうのは、明月がキラッと光ってる、そこのところに白鷺が飛ぶ、雪の腹に白鷺がいて明月が光ってるって、これみんな銀だもんね、みんな銀。しかしながら、それじゃあ銀碗は銀碗、それから雪は雪、明月は明月、白鷺は白鷺って、みんなこう白と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 なんだけど、白の間にまたおのずから差がある。差別がありながら仏続き、仏続きでありながら差を見ている、ここが大切なんですね。仏教の知恵っていうのはそれなのね。だからその仏教の知恵っていうのを、結局の話、御恩開空と証券して一切の苦役を脱すってね、般若心経にあるけれど、一切は空なんだ。どうせね、一切は空です。その空の中にまた色即是空、空即是色っていろいろの差別のものの姿があるんだから、で一切のものの姿の違いがあるって言いながら、また良し悪しがあるって言いながら、この良し悪しっていうのは結局は人間の観点から見ればこそ良し悪しなんですね。それで人間の観点から言えばこそ良し悪しがあり、それでより良い方を選ぶと、こういうことになるけれど、もう絶対的により良いっていうね、いうふうにいくと、今度はどっちがいいか悪いか分からなくなる。結局いずれも大自然現象の一つ、一コマで言うようかしょうがない。つまり絶対の観点から見ればですね、何もかも大自然現状だ。まあ私がいつも引くけれど、唯物余物の巻の言葉としてね、仏の行というは人大地人衆生共に行われるなりってね、仏さんの行の素晴らしさっていうのはどこにあるかっていうと、いつでも天地いっぱい人大地人衆生ぐるめにやるっていう。だからまた仏教で悪いことしちゃいけないっていうんでも、その悪いことをしないってことはどういうことかっていうと、諸悪作られずなりゆくところに修行力たちまち現状すって、ね、これはまあ諸悪巻さんの巻の言葉だけど、諸悪作られずなりゆくところにね、悪いことしようって言っても悪いことをする気にはとてもなれないっていうところ、そこに初めて修行力が現状してるんだって。悪いことしまいと思ってやってんじゃないんだね、本当にね、悪いことしようとしてもできなくなってる。そこにね、本当の意味の修行力がある。その現状はね、人知人解人事人望をもって量として現状するないって言ってね、道元時代にはこの人っていう字が好きなんですね。で、人一切事故とか人天地とかこういうけども、人知人解人事人望、とにかく天地いっぱいそれぐるみで行動するっていうの。だからその天地いっぱいぐるみになったところに悪いことはできない、やるべきことはする気にはなれないってことね。ところがだからもう本当に天地いっぱいな、そういう意味でまた干拓なんですね。そのちっちゃい子供みたいなこちょこちょしたところでない、本当の天地いっぱいぐるみの陣で行動すると、こういうことね。そこを選ぶと、こういうことだ。仏教の知恵っていうのは分別から出発しながら分別を超える話、それから価値観から出発しながら価値観を超える話なんだね。ところがこのね、その分別から出発して分別を超え
価値観から出発して価値観を超えるっていう、そういうのは普通のこの人間の頭から出てこないんだ。ここがね、人間の頭から出てくることはどうしてもその分別ってや、もう一生懸命分けることばっかりね。それからいいものってや、もう欲望充足が一番いいものとこうもう決めきっちゃう。それをこう超える、本当にいいものは賢弱を超える話で、本当に分別することは分別の思いを超えることって、こういうような話はね、我々の頭からは出てこないんです。やっぱりこれ仏教だけですよ。仏教の話をよく聞いて、まず聞くことが大切。それから果たしてそうかなってよく考えて思って、あ、なるほど、そのためには自分の頭の思いを手放しにするんだなって、これを修行して、そして実地やるという、これ修正するってことね。で結局今、7つには主知恵、門師主将を起こすを知恵となす、そういうことなんですね。私が仏教に出会ったのはね、まあこんな 話はここでもしたことあるかもしれないけど、まあちょっと簡単に言いますとね、私は中学時代、中学の 3,4 年の頃から、どうせ俺の一生を生きるんだこれからね、そしたらね、もうたった俺の一つの命を生きるんだから最高に生きようってこう考えた。でそのためにはね、あれですね、カンバスにね、一つのカンバスに色塗りゃいいってもんじゃない、一つのなんていうか主題を持って、テーマを持って、そして書かなきゃならない、まあそう考えたんです。これ中学 3,4 年の頃ね。そして俺の一生のテーマとして、真実に生きると、どうせ生きてんだからそれを真実に生きようってこう思ったの。これが私の根本テーマだ。ところがその真実っていうのはその頃分かんなかったんだけど、何が真実なんだかね。しかしそれために一生懸命、まあとりあえずその中学の頃は宗教の話を聞きに行ったね。ちょうど東京の本郷に住んでたから、その頃帝大 の仏教会館っていうのがすぐそばにあったし、これで、まあ、いろんな人の話も聞いたんです。それからキリスト教、これは神田のキリスト教会も通ったね。区役所前に新宗のお説教があったから、新宗のお説教も聞いた、まあ、そんなんでいろいろこう聞いた。そうしたところがね、それで私はまあ宗教に入るのやめて、そしてやっぱり俺は自己の真実を求めなきゃならないってこう考えた。その時にね、聖宝現像の本を買ってきてみたら、他のは全く分かんなかったけれど、現状公案の巻に仏道を習うというは自己を習うなりというの言葉があった。はあ、やっぱり俺だけじゃないんだな、道元禅師もそういうつもりなんだな道元禅師も俺と同じなんだなとこう思った。そしてそういえばお釈迦さんも自己の拠り所は自己のみなりとこう言うからね、はあ、お釈迦さんもそうなんだ。それでね、結局仏教の中の道元門下でもって坊主にならずにはいられないっていう気になってきた。あ、坊主にならずにはいられないっていうのね、決定したのはね、さらにね、自称三昧っていう巻があります。このね、自称三昧の巻にね、たとえ地域にも従い、たとえ教官にも従う、いわゆるたとえ知識っていうのはね、全知識ですね、まあ師匠につく、あるいはたとえ教官にも従うという、一生懸命勉強する、本読んで、これ皆自己に従うなりってね。だから一生懸命師匠について話を聞いたり、それから共感を持って勉強したいって、これみんな自己を勉強するんだってことね。これ自称三昧の巻の言葉ですよ。たとえ知識にも従い、たとえ共感にも従う、これみんな自己に従うな。
共感おのれずから自共感なり。共感って言ってお経を読むのもね、これは自共感です。俺の中身なんだ、俺の内容なんだ。しかあれば偏山知識は偏山自己なり、年百草は年自己なり、年万木は年自己なり。要するに、ね、草のうちの草、どの草取ってもこれは俺を取り上げてんだっていうのね。草をこう取り上げてみる、これは自己を取り上げてる。だから年万木も年自己なんです。要するにどの木を取り上げても自己は必ず陰もの工夫なりと山岳するなり。この普通の自己って言うとね、この自分だけだと思ってると違うっていう。自己っていうのはね、年万木年百草どれを取り上げても自己の内容なの。そういう内容を持つ自己なんだってね、そういうふうに山岳しなきゃいけないっていうんですね。例えば今私の話を皆さんが聞いてる、私の話聞いてんだと思ってたら大違い。皆さんは皆さんの自己を聞いてんだ。私はこう、私こうして喋ってる。しかし何、私は皆さんに喋って聞かせようっていうんじゃないんだ。私は私のその私を語ってるだけなの、モノローグな。ところがしかあるに自称自語の道を聞いて、これはまあお釈迦さんが言う、自己の拠り所は自己の身ないって言うと、あ、俺は自己なんだ、この人に学ぶことはやめようとね。祖人思惑は慌てもんはね、死に伝授すべからず、師匠につく必要はないとこう思うって言うんだ。慌てもんは本当に自己の拠り所は自己のみなりなんだ、自分が一番大切なんだって言うと、それじゃ あの師匠につく必要はない、こう思うって言うね。それで自学すべし、これは大きなる誤りになり、それはもうね全く大違い。自下の資料、自分の考えた考えですね、資料を分別を邪気して、このそれに自分の頭の考えにこう取り付いていて、そして師匠なきは、師匠につかないのは最天の天然下道なり。そういうのはインドじゃ天然下道とこういう、この文章を、この自称三昧のね文章を見た時に、俺はやっぱり坊主にならなきゃなんないと思っちゃったんだよ。これが数えで30の頃、それで坊主になるって言って、でとうとうね道元門下でどうしても坊主になる。親父が心配してくれて、それで探してくれて、で沢木老師がよかろう、それで沢木老師の弟子。私の坊主になり方はそういう風だったからね。だから師匠への付き方が私の場合決まってた。今師匠につくのもどういうふうに師匠につくかって、こう自分の態度を決めて書かなきゃ。そしてですね、まあ私の場合だから、その仏法を学ぶためには具体的に師匠につかなければならないってこと、そして具体的な師匠についても仏法は見落としちゃならないってことです。これ大切なんですね。でそのため、これがまあ師匠選択、師匠のつき方の話だけど、でそういうふうにどうしても師匠につかなきゃなんないっていうのは、今も言うように仏法は人間の頭から思いつく話じゃないんだ。これはどうしても仏法の話を聞いて、そしてよく思って、そしてまた実際の師匠について、そして修行しなきゃならないと思う。もっと根本的に言えば、良し悪しを分別するという、その物差しを投げ出す、こういうの話が仏法の根本なんだからね。私みたいに良し悪しをたくさん言うやつね、あれ沢木老師が私初めに出会った時に、出会ったってついた頃そう言ってたね、お前は造作が多すぎるってなんだかんだって
どうしてですかってこうすぐね良し悪しを分別することが多すぎるもの。で造作が多すぎるって上司らしい表現だけどお前は造作が多すぎるって言って、もう少しあっさりやってくれ、これあっさりやるまでどこまでも突き詰めようっていう気持ちがあるからねだからなかなか大変だった良し悪しの分別する思いを投げ出す、それで分別する物差しそのものを投げ出すってことね。これがね仏法の根本的なこと。これは俺の頭からどうしても出てこないものね。それで文殊師匠をして初めて我が捨てられる、自分というものの物差しというのは我だ。その我が捨てられて初めて仏法として継ぎ木されるんだね。この継ぎ木ってことが大切だ。柿の木ですね。柿の木は甘柿の種まいてもどうしても渋柿ができちゃうでしょ。どんな種まいても渋柿しかできない。そしてその渋柿の種に今までの甘柿を継ぎ木することによって初めてその甘柿ができる。そうするとその甘柿の木は初めどっから出てきた、それが不思議じゃない。どんな種まいても渋柿しかできないのに追記すべき甘柿がどこから出てきた、私それ考えて不思議だったんだね。それで植物の専門家に聞いてみた。そうしたら柿の木ね、渋柿の木でもうーんと古くなるとね、まあ100年以上も経つと、そうするとその最後にね、その柿のどっかの枝にね甘い柿ができ始めるらしい。それをちょん切ってきて、そしてこう渋柿に刺すとですね、これ何百年のの続きがここへ行くあるわけだね。何百年も経った挙句じゃなきゃできない甘柿の枝がここへこう継がれるわけだ。そうすると何百年の続きをやるわけ。そしてそれの続き続きっつうんで、これが仏法の相続です。それでその点で今この仏の玉悪難立ち引く、もし知恵あればすなわち頓着なし、この知恵っていうのはだから仏法の継ぎ進したってことね。継ぎ進することで、その時は仏法の価値観なんだから、いわゆる欲望的価値観でないね。で常に自ら小殺して失することをあらしめざれ、いつでもその自己自身において仏法が継ぎ進されてるかどうかっていうことね。もし本当にね仏法の継ぎ進がしていなければ、頭すって言いながらね坊主じゃない。さりとって仏法としての知恵が働いていないから、欲望的行動してんならば坊主でもない。いやだから坊主でもなきゃ俗人でもない、名作るところなしと、なんだかわけのわかんないよ種族だっていうのね。実知恵は同業司会を渡る剣道の船なり、本当のね実物的知恵ですね。実物的価値観、そういう絶対の絶対価値だ、それを持って見ている。これは実知恵は老病司会を渡る剣道の船だ、また無名国安の大名等だ、一切描写の良薬なり、煩悩の木を切るの理不なり、このゆえに何立ちまさに文殊師の絵を持って、しかも自ら造訳すべし、これどこまでも自分では思いつかない話だから仏法の話を聞いて、それで主張しなきゃなんないんですね。もし人を知恵の性あれば、これに具現なりといえども、しかもこれ妙見の人なり、これを知恵と名付く。それから今日もう一つ不可論、8つには不可論。
そうして分別を離る。名付けて不可論。実相を偶人、すなわち不可論。仏の玉は何立ちびく。もし死樹の可論はその心すなわち乱る。また出血といえどもなお未だ脱することを得ず。このゆえにびく、まさに急に乱心可論を斜理すべし。もし何時弱滅の楽を縁と欲せば、ただまさによく戯論の咎を滅すべし、これを不戯論と名付く。でこの不戯論っていうのはね、不戯論っていうとまあざれ言言わない、それが冗談言わないぐらいの、まあちょっと考えそうだけどね、そうじゃない。今八大人格で不戯論っていうと八大人格の最後の一番究極のことの話。それはどうなのかっていうと、生して分別は離る。良し悪しの分別をですね、今あの知恵でもって干拓して選んで、よく選んで、そしてだから良し悪しの分別干拓の心から出発しながら、これは知恵ですよ。それで問思修生をして、で今度帰って分別を離れる、こういうのがね、不可論。人間の頭で考える分別っていうの、こうではね、すべて戯論っていうのね。我々が何だかんだってね、思想とか、俺の思想では何とかかんとか言ったってね、これみんな戯論なんだ。これ実物はね、一つの。偶人実相っていうでしょ。頭手放しにして事実やるってのは、これはもう実物なんだ。要するに我々の人間が生きるっていうことはもうこれ実物なんだ。それに対してどうしたらいいかっていうんで、いろんな思想っていうのが、主義が出てくるわけです。仏教までそれのうちの主義の一つとして見たら、これ間違いない。仏教が主義とか思想ではない、行であるというのがそこなんですね。仏教はそういう主義思想をやめてやるっていう、この一義なんだ。今、まあ、例えばこんなような話してんのも、そういう実際にやるっていうね、狙いをよく定めなきゃなんないから、狙いを定めるだけの話です。で実際に実物をやるという、これが行ですね。一つの実物、不二の実物に対して思想っていうのはいろいろと分かれてくる、見方は分かれてくる。それだからそういうのを戯論っていう、話が食い違うからね、どうせ無駄な話だ。でそうじゃない、そういうのを全てやめて、で実物をやると、これが不戯論ですね。でその座禅はその実物をやるっていうことの根本、実物を行ずる。だから座禅は仏道の正門なり正門なんですね。頭を手放しにするっていうことが一番大切なんだけど、今座禅するっていうのは頭を手放しにする姿勢なんです。この頭を手放しにする姿勢を、頭を手放しにしてただ狙う、それが座禅なんでね。だからこの場合ね、座禅するのに座禅しながらなんとか悟りを開こうとか、いい境界になろうとか、どこまで俺は来ただろうか、ぼつぼついい線に来たんじゃなかろうか、いい境界になってきたんじゃなかろうか、そんなこと言って考えてたんじゃね、座禅にならない。今我々の道元禅師の教えられる座禅の狙いはそこから来る。ただ実物するってことなんだよ。頭で考えると分別で、もう二つになる。A は B であるって言ったら、もう A と B と2つの関係になる。いわゆる判断の根本はね、 A は B であるっていう、まあ、形式だった。と座禅は悟りを開くって言ったら、もう座禅と悟りとこう分かれてる。ところがそうでない。今座禅たら座禅だけなんだから、頭手放しに、座禅っていうのはもう全く手放しにして考える。それから俺がどれほどの境界になったかって、そんなこと考えないで、俺はとにかく俺を頭手放しにしても俺なんだから、
だ安心して頭手放しにして、で手放しの姿勢をただ狙うって、これが士官たるんですね。道元禅師の言われる自重の行、二乗自重の行をなすことなかったね。正門円覚の人、南方仏教の人は、なんとか俺の気分を整えてってね、精神統一しようって、そういうふうに狙うでしょ。それじゃいけない。こんな自分を整えるっていう気持ちも手放しにして。これが道元禅師の座禅の大切なところです。昨日新聞にこういう投書が出たんでね、非常に興味も、面白いと思ったんだけどね。老いの身は誰のために生きるのかっていうね、当初の題だ。テレビでドキュメント日本老山記っていうのね、老いのぼりだ。日本老山記っていうのを見た。老人施設の中で、この寝たきり老人にわびしく生きる老人の姿をね、見てて、全く静止に耐えない場面もあったっていうのね。それを見ていて、もうその人は60過ぎのって書いてあったけど、まあ60過ぎの女の人だけど、今自分のところへは子供も訪れてくれないっていう、一人暮らしだっていうのはね。それでそういう日本老山記っていうそのテレビのあれを見てて、全く自分のね末路を見るような思い、一体こういう老人たちね、何のために生きるのか、誰のために生きるのかって、ね、誰か教えてくれないかって、大変なこと書いた。もし楽に死なせてくれるなら、本当にそれが仏の慈悲というもんではなかろうかっていうような文章が出てたんですよ。もしこの人ね、もし楽に死なせてくれるならば、それが私の救いっていうんで、おじゃあ楽に死なせたいから安楽死で、今注射一本打ってあげるって言いに行ったらね、この人あちょっと待ってってすぐ言うと思うんだけどね。それでもこの人のその年取ってから何のために生きるのか、誰のために生きるのかっていう この問いはね、本質的だと思う、人生にとって。私は中学 3,4 年の頃から、ね、一体何のために生きるのか、それを根本的な問題にしてきた。これに対してね、一応ね話申し上げておきたい。一体何のために生きるのか、と何のために生きるのかっていうとね、普通はねすぐ何のために生きるのか、誰のために生きるのか、価値の根本を外に求めてるから間違いなんです。大切なのはね、俺が生きてるっていうことは、今こう生きてるっていうのが根本なんだ。あとこれ八大人格の話ね、これでもう八つ話してきてるわけだ。いつでもそれ言いたいな、それだけ言ってんだ。俺がほぎゃーって生まれた時に俺の世界を持って生まれてくんだ。それから俺が死んでいく時は俺の世界ぐるみ死んでいくって話いつもしてるでしょ。この俺が生きてるっていうのが価値の根本ですよ。だから何のために生きるのかって、俺の生きるために生きるんだ。だから俺が今生きてるってことが生きる全てである。そして生きてるってことが最高価値なんだ。だからね、これが例えばね、寝たきりの老人になっても、私なんかどうせ寝たきりの老人になるだろうと思ってるのね。でもそのね、寝たきりになってもうクソ丸けになってって言ってね、人から見たらそれは精神に耐えないかもしれない。だけど自分の俺が俺の全てだそれだったらこれね、私にとってはこの、クソ丸けになって寝てるっていうのがこれ、ね、俺の天地なんだからね。でこれが俺の最高価値なんだ。この場合ね、何もの何のために誰のためにってね言わないで、俺の最高価値、全てのこの俺の天地をこう大切にしてぐずらずに生きると、これが狙いなんだっけ。これぐずらずに
まっすぐに寝たきり老人になるって、これが狙いですよ。大切なのはね、これはね、正法眼蔵の唯仏の余仏の巻に、今日は引用の文章が多くてなかなか聞きづらいかもしれないけど、この唯仏余仏の巻に大切なんだ。これも無常菩提の人にてある折、これを仏という、仏の無常菩提にてある時、これを無常菩提という時、この道にある時の面目知らざらんは愚かなりぬべし、いわゆるその面目は不善ななり。それで今の文章の続き、不善なとは思考なく取捨なからんと強いて営み、思考にあらざらんところ繕いするにはあらぬなり。いかにも思考せられず取捨せられぬ不善なのあるなりって、こういうか、思考ってことはね、どういうのかって、赴き向かうって、どっかにね行くところがあるかと、こう思うことね。ところがどこも行くところはない。だから取捨せられずっていうのは、取ったり捨てたり、これはダメ、あっちのがいいって、こういうんじゃない。それがね、いかにも思考せられず取捨せられぬ不善なのあるないって、これが仏さんなんだね。つまり自分がもう少しなんとかいいところをねって考えるんじゃないんだ。ただ染まる気でもって寝たきり老人でありながらも、これがね私の天地いっぱいなんだ、私の全てだ、そしてこれが一番私にとって大切なんだ、最高価値だ、これだけが狙いです。要するにね、そんなに急いでどこ行くってね、その日本は狭いのにそんなに急いでどこ行くって言うと、あれまあ非常に名言だと思うけど、もう一つ付け加えるなら、そんなに急いでどこ行くって、行き着くところは事故なんだってことどうせね、我々ね一生懸命そんなに どこへ行こうって言ったって、行き着くところはどうせ事故なんだ。それをね、今の人たちはあんまりにも他との兼ね合いが多すぎるね。で、世間相場で行き過ぎてる。そしておもちゃ遊びが多すぎる本当におもちゃ遊びが多すぎるね。ところが私なんか遊びしないから、これだから余裕たっぷりなんですね。私の一生は何も遊ばない。遊ぶっては色紙持って遊ぶ折り紙はね、その点安いんだ。でしかもね、私の場合折り紙自分で買わないんだもん誰かくれるもらったよ色紙でも、これ全くただありがたいと思う。おいで、おかげさんとこれ年取らないもんこれ頭ボケないと思うよ。でその点ね、若いうちからね、そのやっぱり修行していかなきゃダメだ。私が生きることが精一杯のこれ全てであり、そしてこれが最高価値なんだ、自分の命は大切にしようってね、そういうつもりでいかないと、残念ながら東照覧の人見ても、それじゃあって言って東照覧にね、このぐらいの文章でね、それ教えてあげるわけにはいかないもんねこれは大変な仕事ことなんで、全部事故を入れ替えなきゃなんだ。その点今のね、人はいつも人が相手になってくれ、そして遊んでくれ、そして人が褒めてくれなきゃね、そのぐずらずにはいられないというの、これいかにも子供っぽいじゃないそういうのは精進というんだ。で今大人の修行というの、本当に自己が自己を行ずるって、これがね八大人格の修行ですよ。今この不可論というのもこの修行なんだ。問思修小、そのまずよく聞いてよく思って、そうして最後にその仏法に従って行ずるって、これが大切だ。それはそのどうしても問思修正しなきゃ、何のために生きねばなんないんでしょう、誰のために生きねばならないんでしょうって言ってね、年取ってから言うんじゃもう遅すぎるもんね
そうじゃない。もう若い時から文殊師匠をして、そして年取ったら頭手放し、これ今生して分別を離るっていうところまで行ってないと困る。私が外人たちに全仏教ってのはどういうんですかって言われると、全仏教っていうのは最も洗練された人生態度ってことでね、仏教の定義を言って聞かせるけれど、この結局知性をいっぱい働かして、そして選択した挙句、それからもう今度は知性的頭をこう手放しにして、そしてぐずらずにまっすぐ生きると、こういう人生態度が仏法だ。でこれこそね、行き着くところへ行き着いたという、これが不可論ですね。だから実相を具人する、これが不可論。